2021年1月の18日の夕飯です。今日はね、3時過ぎに歯医者と、なんだっけ、花粉症の薬かもらう内科にね、電話したんですけど、電話した時にもう去年通ってた歯医者さんの受付の人と話が噛み合わなくて、電話終わった後から頭痛と、あとあのストレスの感じた時に起きる脳発作みたいなのが出て、おでことかのあたりがですね、キュッてこう締め付けられるような感覚と、もやもやして、で、その後からちょっと体調戻そうと思って横になってたんですけど、全然良くならないどころか、もやもや感がすごい増えてって、昨日はね、お風呂に入って体もね、清潔にした上で、本もね、借りたのほとんど、読めたんで、すごい充実してたんですけど、なんか今日は一転して、まあ、風呂にはね、夜入ってたんで、体は清潔に保ってたのに、体が動かせないというか、足が悪いんで、すごいストレスが中にこう、溜まっていて、なんかすごくね、不健康な感じです。今日の夕飯なんですけど、白いご飯と、なんか鮭カマとキムチとべったら漬けみたいなのと、多分エビ芋ですかねの、煮物、それと前私が買った厚揚げのなんか焼いた厚揚げですね。はい。でなんかご飯はね、夢ピリカらしいんでちょっと味わって食べますけど、もう食べたところとか別にいいかなって、もうそれどころじゃないんでね、頭疲れてるし発作出てるしイライラしてるし、今日はね、こもる日2日目だったんですけど、あまりにも具合が悪くてご飯食べに来ないんで、結局ね、家族と喋ることになって、そこでまたいざこざが起きたんで、今ね、またモヤモヤ感がね、大きくなってるんですよ。電話でね、喋って、結局今まで通った歯医者はなんか一人でやってるからだったと思うんですけど、なんか予約がすごい先になっちゃって、で受付の人とねちょっと噛み合わなくて、なんか患者なのに結構こっちが積極的になんか電話リードしないとこう話が進まなくて、すごいイライラしたんで、その後に電話ですごい疲労感が出たんですよね。でそれで結局その後に他の歯医者空いてないかなと思って、ちょっと先日ちょっと家族が通うかもしれないってなんかこう調べてた歯医者があったんで、電話したらもうちょっと早く今週中に見てもらえそうなんで、まあ、予約取って、でその電話が噛み合わなかった受付の方の歯医者は予約キャンセルしました。まあなんか行ってみないとね、この新しい歯医者さんは分かんないんですけど、そっちが相性良ければもうそっちでいいかなって感じがします。まあなんか私も電話したぐらいでこんなに具合悪くなるのって、どんだけ繊細なんだよっていうか、ストレス耐性弱いんだよって思って、それでまた自己嫌悪というか、まあ、自分のことが嫌いになりそうなんですけど、事実なんですよね。電話終わった後とかの急変して具合悪くなったんで、今頭痛くて本読む気にもなれないですし、なんかを考えようと思っても頭が働かないんですよ。で、これだけ早口で喋ってるのも、なんか元気で喋ってるっていうよりかは、興奮して発作が起きて喋ってるって感じなんですよ。まあ、エネルギーが溜まってる、ストレスが溜まってる状態なんで、体力はあるから喋ってるんですけど、頭としてはパニック状態なんで、それの興奮でもう走るようにずっと喋り続けてるような感じなんですよね。